連休最終日の今日、成人の日です。札幌市での成人式は昨日開かれました。成人年齢は去年4月施行の改正民法で18歳に引き下げられましたが、こちらの看板には20歳を祝う会と書かれています。道内で18歳を対象にした成人式はありませんでした。もう一掘り。札幌市清田区では2002年4月2日から2003年4月1日までに生まれた男女845人が祝福を受けました。自分を曲げないような大人になりたいなって思います。子供から楽しい先生と思われるような保育士になりたいです。ジャニーズが好きなので、そうジャニーズのいろんなところを一緒に回っていけるような大人になりたい。彼らが生まれた20年前は、日韓共同開催となったサッカーワールドカップ、札幌でも試合が行われました。嬉しい。ノーベル賞は物理学賞と化学賞で日本人が初のダブル受賞。小泉総理が北朝鮮を電撃訪問し首脳会談。拉致被害者5人の帰国も実現しました。東京の多摩川で多摩ちゃんフィーバーも起きました。ところで法律から言うと成人式は18歳でとなる気がしますが、昨日祝福を受けた20歳の皆さん、どう考えているのでしょうか。できれば20歳に参加したい。20歳ちゃんと祝ってみんなでお酒飲んでってなった方がなんか大人にちゃんとなった気はしますね。大学共通テストと18歳の人は被るので、それはちょっとなと思います。2年前とかに振り袖決めてて、そうなったら16歳とかで決めなきゃいけないから、全然大人な感じしないなって思います。やはり成人式は20歳でという意見が多く聞かれました。しかし18歳での成人式、全国では始めている自治体もあります。ありがとうございます。宮崎県の美郷町では去年8月18歳の成人式を行いました。参加者には高校生もいて制服姿などで出席。町長から新成人に成人証書が手渡されました。一歩大人になったという感じで、今やっと実感できたかなと思います。道内でも実施しようとした町がありました。法律の改正により18歳から成人と認められることとなりました。おととい道東の別海町で開かれた成人式、参加した110人は全員が今年度19歳の人たちです。20歳の人たちの成人式は去年12月に終わらせました。玉残しとかじゃなくて、もう自分で稼いでお金持ちになって有名人になりたい。家が酪農なので、その酪農を継げるようなもっと素晴らしい大人になって、そのもっと経営を良くして別海町に貢献したいなと思ってます。別海町では成人年齢の引き下げを受け、当初道内で唯一成人式の参加対象年齢を段階的に下げて、再来年度から18歳を対象に行う方針を打ち出しました。現実はやはり責任もそれから権利ももう付与されてるんですから、そのことを早く子どもたちが自覚してもらうような、そういう政策をきちっと町としてもやっていかなきゃならん。しかし去年8月に町民に行ったアンケートの結果、方針への反対が8割を占めたことから20歳で続ける方針に転換。
ただ今年度は当初の方針通り進めざるを得ませんでした。衣装とか美容室とかそういう予約がもう半年前から入れてるんですね。予約をまた取り消すと親の方にもそれから美容室等の業界の方々にも迷惑がかかるなということで、別会長で最初で最後の二十歳前の成人式、参加した当人たちは遊んだりとか全然できないんで、なんかちょっと成人したなみたいな感じは全然ないですね。同窓会はやるんですけど、やっぱりお酒は飲めないので、ただ集まるだけです、まあ、集まるだけ、はい、ただ集まるだけってそういう感覚なんですね、これね。成人年齢18歳に引き下げられましたけれども、道内では18歳の成人式というものは開催されず、依然20歳20歳の式典ということになりました。で、道教委の調査によりますと、その理由としては3つほど挙げられています。進学や就職の準備と重なって保護者の経済的な負担が大きくなること、そして飲酒や喫煙のできる20歳20歳に合わせるというもの、そして地元の旧友と再会する場の意味合いですから、まあ同窓会的なそういう意味合いが失われることなどが挙げられています。まあ、見るとまあ確かになるほどっていう理由かなとは思うんですが、これまあ長い習慣だったのでしばらくは二十歳の集いっていうのは残っていくのかなと思いつつ、一方で今さっき町長言ってましたけど、確かに18歳の成人なので世の中全体がそういうふ成長を促していかなきゃいけないんだと思うんですね。だから僕なんか親に問われてるなと思いました。だから18歳の時にそういう自覚を持てる子供を育てなきゃいけないなと思いました。自分も20歳の頃の成人なのでのんびり20歳まで来ちゃったんですけど、あ、そっかと、これ社会全体でもっとこう成長を促していかなきゃいけないんじゃないかなっていうふうに今自分も今まだ子供小学生中学生ですけど、親としてそうしなきゃいけないなって気持ちにちょっとなりました。2歳前倒しですからね。その分大人もそういう意識で育てていかないといけないんですね。ただこうじゃあ20歳でそういうじゃあお酒を飲める同窓会的なものが、まあ、あるとして、はい、じゃあでも18歳でもやっぱり何かこうその大人の自覚っていうものを促す必要、これ加山さんあるんじゃないかなって思うんですけれども、はい、例えばじゃあ18歳で何かやる、でも時期がちょっとっていう部分がありますよね。1月だと、そうですね、1月だと受験やね、まあ、就職活動とかもあるでしょうから、まあ、私も大学で教えてますけどね、はい、大学4年生22歳ぐらいの子たちがやっぱり18歳が成人だと何もわからないから教えてあげたいってすごく言ってる子が学生たちもいて、例えば夏休みとかね、そういう期間にまあ、皆さん18になったらこんなことできるんですよ、選挙行くってこんなことですよとかって直接先輩がなんか教える機会とかあったらいいんじゃないかなっていうふうに学生の意見を聞いてて思いましたね。そういうのがあると確かにね、うん、こう分かりやすくていいのかなっていうね、うん、感じがしますよね。テルコさんどうでしょう。そうですね、その夏休みってなるとやっぱりその18歳その学生になっている子たちがこう帰省をするタイミングにも被るので、うん、本当に集まるにはちょうどいいと思いますし、それこそ地元の旧友とその半年後今どうなってるか再会するっていう確認にもなってとってもいいんじゃないかなというふうに思います。なんかさっき森田さんが晴れ着着たいって言ってたじゃないですか、どっかで晴れ着を着る日作りますか。それは別の日、もう完全にもうなんかそういう18歳じゃなかったとしても、お、なんつうんだろうな、うん、18歳と20歳で2回やってもいいですよ。18歳はちょっとこう社会を教える、ね、講座なんかみたいで、多分、ね、自治体とするとやっぱりイベント2個やるっていうのは大変だと思うんですよね。経費かかるんで集約したいと思うんですけども、成人って意味考えるとやっぱり18歳を大事にしていく世の中にだんだんなっていくのか、だから今過渡期なんで、しばらくは両方とかどっちかだけっていうのはなんかバラバラなのはなんか社会の今途中なのかなって感じ。今年は特にそう、特に今年は年後には大きく変わってるかもしれない、ね、これからどうなっていくのかということで、はい、まあ、18歳大人とは何かっていうので難しいとは思うんですが、自分で答えを探しながら歩んでいっていただきたいと思います。はい、